福知山公立大学は、京都府福知山市堀3372本部を、奥日本の公立大学である。2016年に設置された。大学の略称は、福高大。生門体育館食堂新町商店街にある、町角キャンパス武器風車北近畿で、唯一の4年生大学である。地域経営学部と情報学部の2つ、学部を持つ大学である。現在、 大学院は有していないが、2024年度に修士課程の設置を目指すことが発表された。私立の整備大学として開学したが、2016年4月に、公立化して、福知山公立大学が開学した。運営は、地方独立行政法人の、公立大学法人福知山公立大学。1871年に創設された、愛科創社 1921年に設立された整備女子学院。1924に設置された福知山商業高校。1941年に設置された福知山高等商業学校。1950年に設置された山院短期大学。2000年に設置された京都創生大学を前身とする。私立の整備大学時代、経営状況が悪化し、 上実のように2010年度末に大学基準協会の大学認証評価において不適合判定を受けるなどしていた。そこで2011年度から新体制で改革に着手し周辺自治体等との連携を活かした実地フィールドワークや学外活動への取り組み、地元企業とのタイアップ企画、地域振興に関する研究機関の設立、国際交流の推進等を展開、 教育面でも基礎演習教員二人担当制の導入等の改善策を実施してきた。学生数は2015年5月現在で156名であり定員割れのためとはいえ結果的に徹底した少人数教育を実践していた。京都創生大学及び整備大学の時代には以下の学部、学科が置かれていた。ありがとうございます。